こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。えー、本日ですね。2017年6月27日火曜日の、えー、ドル円の相場展望をお届けしていきたいと思います。えー、中長期的な、えー、相場展望ですね、えー。やっていきたいと思います。あんまりこう短期的な、えー、相場展望をお届けしてもですね。この動画をもうアップした頃には それは昔の話になっている可能性もあるんで、まあ中長期的な見方で、えー、まあお届けしたいという感じですね。で、今、えー、表示させている時間足が、えー、1時間足ですね。ドル円の1時間足。で、1時間足でですね、ちょっとまあ注目してほしいのはですね、えーまあ、この場面、そしてこの場面、そしてまあ ここら辺一帯でここですね、えー。どういうことかというと、あの、上げ止まっている、えー、場所ですね。上げ止まっているポイントがですね、あの、まあ、この111.720にオレンジ色の水平線を引いてるんですけども、まあ、ここら辺付近でですね、えー、何度も上げ止まっているのが、あの、わかりますよね。 で、そんな111.720をですね、えー、まあ、いよいよぶち抜いたと。上にぶち抜いて、今、こう、下がっているんですね。下がって、で、ここ、この111.720がですね、要はレジスタンスラインだったんですけども、今こう、 えー、逆にこうぶち抜いたということで、これが、えー、うまく、あの、サポートラインにね、えー、うまく変わってくれたらですね、あの、もう一伸び、えー、ありそうな感じもします。うん。つまり、まあ11、111.720、え、で、ー、ここでね、まあ、うまく、こう下げ止まって、また、グ、えー、ぐっと上昇してくれる兆しをね、見せてくれたら、あのー、まあ、 ここにチャンネルラインがね、まあ、引けるんですけども、えーまあこの、このラインですね、このライン。このラインをですね、えー、コピペして、えー、ここに当てているんですが、要はあのこういうチャンネルが、まあ、作ることができるわけですね。で、まだこのチャンネルのこの上側のラインにこれタッチしてないんですよね、えー。ちょっと手前で押さえられている。 感じです、うん、なのでもし111.720付近でですねしっかりと下げ止まってまた上昇してくれたらこのこのラインにタッチするぐらいまではですねまあ上昇してくれるんじゃないのかなっていう、えー、そんな感じにも見えますただその手前にですね112円という。 まああの強,靭強靭な、ね、敵が存在しますんで、まあ、切り板っていうのはですねあの、まあ、非常に、えー、かなり抵抗体に、ね、なりやすいポイントなんでこの112円付近でですね、えー、またあのこういう感じで、えーまあ、結構こう長い上髭が出てですね、えー、そのロウソク足が確定してしまったらですね もしかしたら、ここでこうダブルトップですね。ダブルトップのような形に、えー、なりですね、こう急落してくる、えー、可能性もね、あるんで、まあ、あのこの112円付近まで来たらですね、まあ、あのしっかりローソク足の形ですね、あのまあ、注目していただきたいなと、えー、思います。うん、であの、ここをですね、こ,こ あの、トレンドラインがね、引けるんですね、ここにね。えー、ここと、ここをね、合わせている感じですね。このトレンドラインをですね、あの、下にこう、抜いてしまうと。抜いてしまうようなことがあればですね、えー、ここの、えー、押し、この押し安値ですね、ここの安値。ここまで、あのー、まあ、下落してくる。 え、可能性はですね、えー、ちょっとまあ考えられますんで、まあこのトレンドラインを抜くかどうかっていうのも、まあちょっと注目してほしいとこではありますね。うん。そんな感じです。えー、まあ今回の、えー、ドル円の相場展望ですね、えー、以上になるんですけども、えー、僕はですね、あのー、まあこの動画の下の概要欄に、えー、まあラインアットのリンクや、 あと、FX 教材ですね。僕の FX 教材を販売している DL マーケットのリンクなど、えー、ま、いろいろと貼ってますんで、もし、あの、ご興味あればですね、えー、チェックの方、えー、していただけると嬉しいです。で、あの、LINE アットでね、あの、僕と友達になっていただいた方にはですね、あの、あの、あなたがその FX でトレードする上で、あのー、きっとかなりね、 あの、喜んでいただけるであろう、えー、役に立つ、えー、無料プレゼントをですね、あのー、まあ、差し上げておりますんで、えー、まあ、お気軽に LINE で友達追加していただいた後ですね、あのー、無料プレゼントくれと、無料プレゼントくれこの野郎というふうに、あのー、言っていただけたらですね、あのー、その無料プレゼントがゲットできる、えー、リンクをですね、あのー、お送り、 いたしますんで、まあ、もしご興味あれば、えー、そちらも、まあ、有効活用していただけたらと思います。で、あの、先ほども言いましたが、DL マーケットに販売している FX 教材たちはですね、あのー、まあ、あのかなりね、この YouTube にアップしている、あのー、この動画講座ですね、動画講座で解説している、まあ、トレードノウハウ以上にですね、 かなり役に立つトレードノウハウ、そしてトレードロジックの解説をですね、たくさんやってますんで、まあ、ぜひ、あの、なんていうんですか、最良トレードをですね、極めたいという方はですね、まあ、僕の FX 教材をまああの手に取っていただいてもまあいいんじゃないのかなと思います。はい、というわけで、今回の相場展望以上になります。ありがとうございました。翔太でした。 チャンネル登録もよろしくお願いいたします。失礼します。